皆さんこんにちは、ひょにちゃんのりみです。今回はなんだっけ、校外学習。はい、校外学習ですね。明日校外学習です。今日はね、前日ということで一応ね、用意をしたので、まあ最終チェックを兼ねてね、ちょっとね、見てリュックを見ていきたいと思います。はい、このリュックはね、しほちゃんから借りました。はい、しほちゃんのダンスで使ってる300円で買ったリュックですね。はい、ということで中身をね、見ていきましょうか。まず、はい、1つ目、じゃん、じゃん、ファイル、ファイル。そこはあれかな、学校のものかな、うん、連絡帳とか、ちょっと提出したりするものとかね。しょ、はい、入ってます。宿題とか、あ、そう、宿題もね、ちゃんとね。次、はい、レジャーシート、うん、ちょっとね、大きいんですけど、なんかちょっとふかふかのやつ、ふかふかっていうかね、ゆいの嫌いな素材。はい、次、次、まあ大したもんないんだけど、折りたたみ傘。はい、折りたたみ傘、シンプルだね、はい、黒です。シンプルイズベスト。はい、シンプル、シンプルじゃない、シンプルイズベストですもんね。ママ、これからもさ、学校に置いていきたい、うん、いいよ、またね。とりみちゃん、学校にね、今まで置いてたね、折りたたみ傘なくしちゃったんだよね。どこ行っちゃったんだろうね、なくなっちゃった、うん、次、はい、あ、これはね、カッパです。ポンチョにしたよね、うん、ポンチョの方がやっぱリュックとか背負ってるし着やすいかなということで。そうで、なんかね、多少の、実は明日の天気予報が千葉県は午前中雨なんですよ、なんですけど、まあ多少の雨だったらもうカッパを着ていくということなんでしょ。はい、なのでね、ポンチョは必ず持っていかなきゃいけないやつです。あと傘も一応ね、はい、もうここ終わり。終わり。はい。次。はい。じゃん。ちょっと待って。チロンが、チロンがおもちゃで遊んじゃってすみません。プップかプップかうるさいかもしれない。はい。はい。濡れティッシュ。はい。お手拭き代わりにね、使います。手洗うところがなんかないみたいなので、ちょっとチロン、チロン、どうした急に。チロン、すいません、チロンが。チロン、いつも鳴らさないのに、どうした今日は。はい。チロンが持ってきた。あ、チロン持ってきたのか。遊んで欲しかったのね。次、はいはい、最後。はい。あ、最後じゃなかった。じゃん、タオル。タオルね。まあ、タオルはね。まあ、タオル、必需品、いらないと思うけどね。うん、まあでも雨降ってさ、濡れたら拭いたりもできる。そっか、うん、次、はい、マスク、マスクね、まあまあ、マスクはもちろんしていくんだけども、一応予備でね、持っていきます。はい、以上。以上。あれ、ハンカチとちり紙は、ポケット入れてきました。あ、ポケット入れてきました。忘れないようにだよ、うん、はい。あと明日、お弁当と水筒もこの中に入れていくのかな。水筒をかけていくのかな、うん、はい、にしたいと思います。はい、どうですか明日。残念ながらね、予報は雨なの。全学年予報雨じゃないんだ。そうなんですよ。もうね、リミは今3年生なんですけど、他のね、学年は全員もうね、校外学習実施済みで、みんなね、晴れてるんだよね。いや、リミの学年だけまだ行ってなくて、しかも明日はもう雨予報というね、千葉県は明日、しかも明日の朝だけ降るという、東京と千葉だけ雨。え、そうなの？って言ってたよ、さっき天気予報見たら。分かんない、明日どうなってるか。でもね、なるべくね、降らないでほしいよね。これいいね、うん、めっちゃ入る。
でもまああのお弁当はねもう持っていくので、まあ多少雨が降っても、まあ、学校に戻ってお弁当みんなで食べたりできるのかな。うん、そうだね。まあもともとねあんまりこうお弁当は大掛かりなあれじゃないんですけど、今年はねもう何もないから、ね、連絡帳にもね、うん、お弁当って書いてあった。書いてあったね。給食がないんだよね明日はね、うん、はい、ということでございます。大丈夫、広げちゃってしまいますか。しまえるよ。シロン、シロンはいたずらしてコプコ鳴らしてプコプコそれいたずらって言うの。遊んでたのか何こういう時に遊ぼうかな汚いけどいっか、うん、これいいよね、これしまわなくていいよ。そう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 、ちょっと楽な折り方にガシャ、うん、ね、明日はちょっとね雨っぽいからね大変だけど、ね、はい、じゃあとりあえずもう準備は万端ですね。万端で明日の朝最終チェックをしていきましょう。明日はちょっとね今日より寒いんだって。うん、昼間の温度が今日よりマイナス4度ぐらい。うん、もちろんもちろん寒いからね、はい、ちゃんと上着も持っていきましょう。はい、はい、じゃあまた明日早く今日も寝ましょうね、うん、はい、じゃあバイバーイ、バイバイ、とりあえずバイバイ、おやすみだとりあえずしまっとこ、それね忘れないようにもう一回ちゃんとしまわないと。どう、楽しみ。楽しみ。そうなんだね。ちゃんも言ってた。なんて楽しみって。楽しみなんだけどさ、うん、明日雨の予定なんだよね。天気がね、天気さえ良ければなお良かったよね、うんうんうん、しょうがない、こればかりは。神様、神様、先生がてるてる坊主作ってくれた？作ってって言ってた。あ、作ってって言ってた。今日ね、先生風邪っぽくてね、給食食べなかったの。嘘、大丈夫先生、明日大事な日なのに。明日行けないかも言ってたよ。マジ？本当？真面目に？真面目に。大丈夫かな先生。先生、給食一個も食べてない。やばいじゃん先生。牛乳も食べてない。本当？先生具合悪いのかな。今日遅く来た。本当？お薬飲んでから行ったの。そっか、まあ無理しないようにだよね先生もね。ちっちゃかった。ほんと辛かったのかな。先生来ないのも寂しいよね、うん、はい、あと、うん、帽子、帽子、あ、帽子ね。はーい、チロン遊ぶ。うん、じゃあチロンと遊ぶ。おやすみー。ねちょい、パパ。バイバーイ。おはようって？なんて？遅れたけどおはようだ。はい、リムちゃん。お弁当と水筒。うん、用意したので入れましょう。お弁当入れましょう、はい、お弁当ね、うん、さっきね、うん、入れてみたんだけどね、大きかった？うん、めちゃぴったりでね、うん、ちょこって入ったわ。ほんと？それね、うん、あのね、うん、なんかお弁当入れたらめっちゃ多く入ってね、うん、ほら、本当だ、これだいい感じ。それでお弁当がずれるね。これかけていく、かけていくね。しまい。水筒はかけていきます。バイバイ。いってらっしゃい、リミちゃん、うん、楽しんできてね。うん、なんとか今のところね、雨降ってないから、このまま降らないようにママ祈ってるね。お姉さん、おはようございます。おはようございます。
お姉さんは今日普通の授業ですね。そうですね。頑張ってください。はい、いってらっしゃい、気をつけてね。じゃあリミちゃん頑張ってっていうか楽しんで、バイバイ、バイバイ。